日本鹿児島県鹿児島市新町新町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町新町。鹿児島府下新町。郵便番号は892-0832。人口は245人、世帯数は182世帯。1963年より、新町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市中部。 高月川の下流域に位置している。町域の北方には大黒町、南方には松原町、西方には船津町、五福町、東方には堀江町がそれぞれ接している。繁華街と海岸の中間に位置しており、住宅と店舗が混在している。町域の中央には大門口通りが南北に通っている。江戸時代は鹿児島城下下町のうちであった。 法暦年間の通り小六巻七によれば、下町十一町のうちとして新町が掲載されている。天保年間に編纂された天保切り絵図には、菩薩道を通の南に新町と記載されているのが見え、さらに南方には大門口番書が描かれている。明治時代初期の新町は、平民が多く住んでおり、町人街であった。明治時代になると、 心境の自由が発令され、鹿児島にも東本願寺によって布教が行われるようになり、西南戦争後の1878年に東本願寺の仮別院が設立され、1890年に別院の本堂が竣工した。1884年に古町役幕閣の変更に伴い、町内に15町を管轄とする鹿児島軍の 古町役場が設置されていた。1963年の町域再編前と再編後の町域の比較1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、 鹿児島郡のうち五十町村が、市政による、鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が、施行されたのに伴い、鹿児島郡五十町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの新町は、鹿児島市の町、新町となった。1911年11月9日には隣接する、船津町を火元とする火災が発生し、周辺の、新町や五福町。 大国町の45個が全焼した。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1963年9月には、新町の全域で住居表示が実施された。また、住居表示の実施に伴い町の区域の再編が行われ、新町の一部が 松原町に編入された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。